11日、女子ネーションズリーグリーグ、ウンル、準決勝、並びに昇降至るプレイオフの対戦組み合わせの抽選会がスイスのニオンで行われ、各カードが決定した。準決勝カードはそれぞれスペイン vs オランダ、フランス vs ドイツに、オーストラリアニュージーランド女子ワールドカップ、W 杯優勝国は、2017年の女子欧州選手権、ユーロ王者と対戦。 同 W 杯準々決勝でも両国は対戦し、2-1でスペインが勝利していた。初の主要国際タイトル獲得を目指すレブルーは、2023W 杯グループステージ敗退からの復権を目指すドイツと顔を合わせる。今大会は2024パリオリンピックの欧州予選も兼ねており、フランスを除いた上位2カ国に本選出場権が与えられる。また、 昇降格プレイオフ後に決定するリーグ区分は、2025年の女子ユーロへ向けた予選にも影響する。各組み合わせは以下の通り、準決勝は来年の2月23日に、決勝や3位決定戦は同28日に行われる。プレイオフの第1戦、第2戦は同21日から28日の間を予定している。女子ネーションズリーグリーグ。 準決勝スペイン vs オーランダフランス vs ドイツリーグ AB プレイオフセルビア vs アイスランドハンガリー vs ベルギーボスニアヘルツェゴビナ vs ス,スウェーデンクロアチア vs ノルウェーリーグ BC プレイオフラトビア vs ス,スロバキアモンテネグロ vs 北アイルランドブルガリア vs ウクライナ